ドウィッチマンのラジオやらせろ Now on air。 どうもサンドウィッチマン伊達です。富澤です。始まりましたサンドウィッチマンラジオやらせろです。やらせろ、ずいぶんやらせてもらってますよ。この番組はですね FM 泉をキー局に東北のコミュニティ FM を中心に31局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なおこの番組へのメッセージはメールアットマーク fm797.co.jp メールアットマーク fm797.co.jp までお寄せください。797は数字です。お願いします。よろしくお願いします。さてもうあと10、もう11月入ったんでね。そうですね。やっと単独ライブも終わりましたからね。はい。北方のね、千秋楽も無事終わりまして。はい。本当に長かった。こっからまた一気に年末までね。はい、もう年末ですよ。ボンボンボンと。ボンボンと。なんか、いろいろ特番だったり。そうですね。あるんでね。ありますね。またバタバタすると思いますけど、ね。はい、ね。そうするともうすぐ、またね、単独ライブ。準備が始まりますね。なんかそのサイクルでね、数年サイクルでやってますけど、まあしかし早い。もう40代入ってからはもう猛烈に年々早くなっていきますね、時間が過ぎるのね。本当だよね。だ50代はもっと早いで聞くのでね、もう早いです。もう終わりですよ、人生も終わりですね。どうするよ。まあ悔いのないように生きるしかないですね。やりたいことをやって欲しいもの買って。ね。ね。中学校とかの3年間って、なんか長く感じたよね。長かったですね。ね。高校もまあ長かったかな。45歳、46歳、47歳って早いね。猛烈に早いですね。まあよく聞く話だと思いますけども、うん、これなのかっていうね。ね。うん、大丈夫ですか？大丈夫ではないですけど、ね。だまあ、ゆっくりでも嫌だしね、なんか。まあ。この年なんて。まあ、一日が長いな。長いなっていうのも嫌だし。どうしてもね。いつもこんな入りですけど、このラジオは。もう年ですから、そんな、なっちゃうんでしょうね。いや、だからなんかそのね、あんまりそんなに高校生ぐらいと気持ちは変わってないんですけど。変わってないんだよね。変わってないがゆえにこうなるんだっていうギャップをね。うん、はいはい。常に感じるので。そうだね。ね、体もそうだし。はいはい。おっさんのところは薬いっぱい飲んでるイメージじゃないですか。おっさん薬いっぱい飲みますよ。飲むじゃないですか。もう飲んでますね。あ、もうこれなんだって。自然にね、薬も増えてるね。こうなるんだぞ、みんなっていうのはね。絶対なるわけだからね。若い人には。そうそう。知ってほしいなと思いますよ。ねえ、うん。本当ですよ。いやー、ハロウィンはどうですか？楽しみましたか？いや、全く何もしてないです。子供らはね、なんか、うん、そう、お祭りみたいに行ってましたけど。あ、行ってた。僕は全然、何も。俺はちょっと仮装してみましたよ。あら。うん。何の仮装？おっさんの仮装ですけど。してねえじゃねえか、じゃ何もしてねえじゃねえか、じゃ何もしてないですね。うん。なんか、痛ましい事故もね、韓国で。ね。ありましたけど、ね、日本の方も二人ですか？巻き込まれてね。うん。あれは相当大変な事故だよ、あれ。ねえ。で、渋谷なんかも警戒されて、まあ何もなかったでしょうけど、渋谷もね。うん、すごい警戒の中、うん、ハロウィンを迎えましたね。もうちょっと前になるか、一週間ぐらい前になるけど。だから、ぎゅうぎゅうで人がね、倒れて亡くなっちゃうんだっていう衝撃もあったし。うん、すごかったらしいね。まあ、ニュースによると、うん、立ったまま、圧死されてる状況とか。もう立ったまま意識不明で圧死されてる人がほとんどだったみたいな。そんなことになるんだ。ね。いや、本当にね、うん、あれ、そういう事件があるんだね、事故がね。怖いですね。気をつけないといけないですよ。本当にちょっとね、もう異常な感じだったじゃないですか。うん、異常。だからもう、ああなったら、ちょっと、ああ、ここ危ないから、やめとこうって。やめとこうって。いう判断、ね。もうな、思った人もいるでしょうけど、そこからまた出れなかったんだろうな。ね。なかなか、珍しい事故ですけどね、ああいうのはね。うね。家、はい、何もしてないんですか？何もしてないよ。あ、しない。娘さんは。
どっか行ったりとか。してなかった。かぼちゃかぶったりとか。かぼちゃかぶったりはしてない、一回。あれはできたの？ん？あの、VR は。あー、娘やってんのかな？もうそれすらわからない。あ、わかんないね。楽しみにしてたっていうから。そうそうそう。できたのかなって僕はずっと気になった。多分、やってたんじゃないのかな。やってた形跡はない。一応もう箱には入ってるけど、まだ。箱に入ってる？箱にしまってんのかな？俺がいない時やってんのかな？でも、あんまりその形跡はないね。大丈夫ですか？家族と会ってるんですか？家族と会ってる。まあまあ、だいたい帰ったら寝てるしね。まあまあね。帰ったら寝てるし、起きたらいないし、ね。ほぼ会ってないじゃん。ほぼ会ってはいないのかな？でもなんか、やってんじゃないの？多分。わかんない。何も聞いてない。まあそうです。なんかね、旅行に行く VR だったり、高いところに行ったりとかもあるんでね。あ、もう入ってんのあれ。いや、まあ買わないとダメだと思うけど。ああ、どうだったかなと思って。やってる？やってますよ。あ、そう。うん。楽しんでる？楽しんでる。でも、なんかほら、まだ字がちゃんと漢字が読めなかったりするから、何これみたいになってはいるけど、ちっちゃい子が。またちょっと動きがあったら教えてください。動きないかもな。俺がよくわかんないから、なんか、でも繋ぎ方はできて。いや、ほら、できないとかになったらかわいそうだから。だからできてるみたいよ。その一瞬は見た。ああ、そう。持ってった時ね。ああ。っつってそのままお休みって寝たから。で、次の日から多分あの箱は動いてない。まあ、俺がやんないからやんないのかな。まあ、そういうのはあるでしょう、ね。うちの神さんもゲームやんないからね。でも、スイッチは持ってるでしょ？持ってる。あつ森かなんかやってたんじゃないか。あつ森ももうやってない。飽きたんじゃないかな。やってないんじゃないかな。そうだ、ね。はい。はい。メールもね、たくさん来てます、ね。メールがすごい来てますね。ちょっとね、本当に。抜粋していきましょうか。ローズサンドさん。はい、どうも。仙台ライブ 2days お疲れ様です。ありがとうございます。電力ホール2日目。中学生の娘と行かせていただきました。はい。やっと当たったチケット、前日の家族間のトラブルで、何があったんでしょうね。なんだ一時は諦めることも考えましたが。なんとか行くことができ、4時間半の、全く、4時間半も全く苦にならないくらい楽しい時間を過ごせました。あ家に帰ってから旦那さんにお土産のグッズを渡しつつ、お土産話を熱量多めに話しまくりました。今回行かせてくれた主人にも感謝です。かなり気合い入れたうちは気づいてもらえたでしょうか、はい、推しグッズを作り慣れている娘と一緒に作る時間もすごく楽しかったです。このライブを原動力にしばらく頑張れそうです。ありがとうございます。そうか、親子でね、そういうものを作ったりする時間っていうのもね。そうか。あるんですね。4時間半ね、仙台公演2日目そうだったね。ちょっとね、もう、今回のライブで、ちょっとね、反省です、本当に。もう、去年も同じようなこと言ってたのかもしれないけど、今回マジでね。口が回らなくなったね。ネタに入ると口が回らないっていう現象が多かったです。急にほら早口というかさ、テンポに、変わります、ね、変わるから、ついていけない。よくないですよね。はい。ちょっと気をつけよう。はい。つばめ系男子さん、はい高津監督がライブ前に CS を優勝してくれてスッキリしたところで、単独ライブ仙台公演2日とても楽しかったです。はいはい、ヤクルト負けちゃいましたけど、ね。毎年長時間ありがとうございます。今年のポスターは男たちの番かなと思っていたのに、オープニングに映ったのは危ないデカのパロディでした。あそうですよ。敵から前方を見れば、羽賀さん率いる戦勝ラグビー部の列が見えるし、一番前の空席に座りたい悔しさが出るし、いろんな光景が見えました、最近じゃあフリートークとお二人の生存確認とのために行っている気分です来年も長時間公演を楽しみにしていますがその時はかまぼこを預けてくれるスタッフを用意した方がいいと思います、あ、そうですね、体に気をつけていましたね仙台で ね, ねかまぼこ、ね、仙台駅にかまぼこ預けてくるんですって途中帰った人がねもう行かなきゃいけない、ね、どういうことですかっていう、ね、そうそうそう、大塩平八郎さん、はい
伊達くん富澤くんこんばんは。こんばんは。あや単独ライブツアー仙台公演1日目、夫婦で行かせていただきました。ありがとうございます。いろいろ聞いてはいたんですが、4時間超えの長丁場ではありましたが、大変楽しい時間を過ごさせていただきました。ああ、よかったです。本当に新規の方が多く、顔見知りの方も数人しかお会いできませんでしたが、2人の人気の高さの証明でもありますので、それはそれでとても嬉しい気持ちになりました。はい。俺は二人のフリートークが大好きです、来年もぜひ行きたいと思ってます、ちなみに会場の入り口前でわらふじなろうのお二人を見かけたんですが、スタッフの方わらふじなろうですと声をかけるもスタッフの方は認知しておらず、少々お待ちくださいとしばらく待たされ中に入る姿を見てしまいました。かわいそうにな。キングオブコント2位でもこの認知度ここに知るすおしんさんごめんなさい。なるほどね。わらふじがね、ゲストで来てくれたんだけど。そうだね、仙台の初日ね、ネタやってくれましたよ。入り口で待たされてた。そうだったんだ。悪かった。しるべない伊達さん。と、しるべない道。生まれて初めてラジオにメールさせていただきます。はい、家族一同サンドさんの大ファンで。ありがとうございます。先日、ライブツアー仙台公演の2日目に参加しました。はいはい、とにかく豪華すぎて感動しました。本当にありがとうございました。ところでお二人には生まれ変わったらあの人になりたいと思うような憧れの方はいますか？しるべない伊達は男性ですが、僕にとってのそのような存在は人気アイドルグループスノーマンの目黒蓮さんです。お二人はもう帰れマンデーやバナナサンドで共演なさってるんですよね。羨ましいです。間違いなく今来てる俳優さんですよ、という。なりたい。生まれ変わったら。目黒くんやっぱ人気あんだな。うちの娘の友達がね、目黒くんのファンでね、すごいギャーギャー言ってるらしいですよ。ギャーギャーって。ギャーギャーって。ギャーギャーって。目黒くん。目黒くんギャーかっこいいもんな。まあね。スラッとしてるし、背高いし、なんだイケメンだし。生まれ変わったらあの人。だから、吉川晃司さんとかそういうことですか？ああ、生まれ変わったらですか。うん、なんだろうな。生まれ変わったら何になりたい？象とかになりたいけどね。人じゃない。人じゃないですね。もう象さんですね。なんだろう。だから、なんか、かっこいい人はかっこいい人でキャッキャ言われて、それはそれでなんか、大変そうだなぁ、うん。いや、もういろいろあるでしょうかね。それ、その一面だけじゃないからね。はい。まあ、生まれ変わってもね、僕でいたいですよ。気に入ってるんだ。芋煮はやっぱり醤油味さん。いつも仙台から楽しく聞いてます。はい。2015年から毎年単独ライブに参加してました、年々チケットが取りにくくなってるのは実感してましたが、今年はついに全て落選、初めてどこにも参加できなくて悔しい年になってしまいました、改めてサンドさんの人気とチケット争奪戦の難易度の高さを痛感しました、お願いなんですが、どうか今後は映画館でのライブビューイングを検討いただけないでしょうか。中継でもいいからリアルタイムで見たいんです。でも2時間くらいじゃ収まりきらないのかな。ぜひお願いします。ライブビューイング。爆笑さんがね。ああ、タイタンライブとかね。やってましたよね。やってるね。うん。ライブビューイングだったらもう DVD でいいじゃんって、ちょっと思うんですけどね。まあなんかリアルタイムでっていうことなんでしょうけどね。そうなんだ。あんなに YouTube が流行ってるのに、リアルタイムまだこだわる。なんかね、なんかスポーツはなんとなくまだわかるんですけど、うん、お笑いはどうなんでしょうね。見たことはないので、感覚がわからないですけどね。多分見やすいのはさ、いろいろ編集されたものじゃん。まあね。だから、いいんじゃない ?DVD。DVD を見ろと、うん、カリフラワーのキョロちゃん。はい、どうも。ご無沙汰してます、はい。前回はメールを読んでいただきありがとうございます。まさか私のメールが読まれるとは思っていませんでした。たまげました、光栄です。たまげました。しかもあの有名な御朱印さんの後に。前回のメールでは3年ぶりの一時帰国の嬉しさのあまり自己紹介するのを忘れていました。はい。日本の工学系の大学院を修了後、現在の所属大学とつながりのある大学時代の恩師のおかげで、5年ほど前からカリフォルニアで研究員として循環器系の研究修行をしています、日本の大学院ではバイオエンジニアリング、生物や生態を対象として工学分野の研究をしていましたが、病気や生態での生物的なメカニズムを研究するスキルや知識をさらに身につけたく、研究分野を転向し、現在に至っています。いや、すごいな、なんか。もうちょっと何言ってるか分からない。分からない。
この方だから前メールくれて、はい、うん、ネットで知り合ったかなんかの彼女と2年ぐらい付き合って初めて会うみたいな、あーいたね、あの方ですよね。はいはいはい、さてサンドさんのおかげで仲良くなった彼女とも一時帰国中無事に会い、あったね、仙台や山形を1週間弱ゆっくりと旅行することができました。おー、彼女曰く初めて会った時の私の第一声は、うん、ヤッホーだったそうですはいはいはい、緊張のあまり何と声をかけたのか覚えていません、うん、この2年半パソコン越しの彼女しか知りませんでしたが、うん、このね、想像以上に可愛く愛おしくなりました。よかったね。彼女と手をつないで仙台の街中を歩いた時、うん、彼女の指が煮干しのように細くたまげましたたまげたんだ。しかし匂いは煮干しではありませんでした。いや、うるせえよただ一方で今回一緒に過ごす中で、うん、今後将来的にどう付き合ってていくか、いや、うん、自分の進路など様々なことを今後考えていかなければならないことに改めて気がつかされました、はい、伊達さん、富澤さんがラジオでおっしゃっていたように私たちはようやくスタートラインに立ったばっかりです、はい、今後も彼女とは長く付き合っていきたいです。おサンドさんのお二人からの応援は心強いです、うん、私たちは温かく見守っていていただければ嬉しく思いますいや、見守りますよ。彼女も年明けにカリフォルニアに初めて遊びに来ることになりました。そうなんだ。また近況報告させてください、はあ、仙台、森の海水族館での彼女との一枚を添付させていただきました、うん、明日からまた研究に勤しみます、うん、サンドさんのお二人もご自愛くださいませ。それではと言って彼女とのね写真がどれ送られてきてますよ。あら、素敵なカップルじゃない。可愛らしいですね。後ろにペンギンがいますね、うん、しかしこういう恋愛あるんだな。すごいよね。なかなかねえ、おっさんの我には考えられないと思う。考えられないよね。パソコン越しでしか会ってないのに、みたいな。すごい。どうだったんだろうね、仙台とか山形。一週間弱ゆっくりと旅行。うん。喧嘩とかもすんのかな、やっぱり。まだしないんじゃないですか。でもさ、急に一週間、実際会うとさ、うん、あ、ちょっと性格が、合わないなとかさ、まあね、一瞬なんかそういうのもあったりする。実はこうなんだみたいなのもあんのかもしれないけど。でもそういうのもひっくるめて楽しいべね。うん。へえ、面白いね。そういう恋愛あるんだ。すごいですよね。ああ、うん。でもなんか、長年もう寄り添ってるカップルのような写真だね。ね。うん。お似合いですよ。ね。まあでも遠距離になるのかな、うん、そうだね。めちゃくちゃ遠距離。海外ですから。うん。サンフランシスコだっけ？カリフォルニア。カリフォルニアに行くんだ。うん。あの、彼女が。今度。まあ、旅行でね。そのまま移住とかね、あるよね。まあどうなるんですかね。だって今後ね、結婚するとかなったらそういう可能性だって出てきますから。そうだよね。うん、まあまあ。うん。またちょっと、また教えてくださいよ。ね、うん、いろんな人生あるね、本当に。まあ、喧嘩もあるでしょうしね。ねえ、でもほら、なんか、末永くお幸せに。ねえ、また楽しみにしてます、はい。ね、うん。伊藤正弘さん。はい。初めてメールします。どうも。宮城の野球好きにとって今年は2つの大きな出来事がありました。はい。1つは仙台育英高校が成し遂げた甲子園。うん、そうですね。東北勢初優勝。はい。そしてもう1つは片平公園の聖地名所150選選出です。何？これは日本野球機構、全日本野球協会が主催した野球伝来150年の記念企画で、日本野球の歴史に欠かせない場所150箇所を認定したものです。宮城県からは3箇所が選ばれました。え、どこだろう？一つは宮城球界の中心、楽天生命パーク宮城。一つはベーブルースがホームランを打った八木山球場。八木山球場？現八木山動物公園。あ、あそこ球場だった？うん、で、ベーブ・ルースをホームランしたみたいな話は聞いたことありますね。そしてもう一つが、旧制二高グランド跡、現仙台市青葉区片平公園です。片平公園？うん。片平公園が選ばれた理由は、野球の挨拶が初めて行われた場所だからです。ああ！わかる？聞いたことある。あの、整列して、うん。お礼をしたのが、お願いしますみたいな。あれが1校2校定期戦じゃなかったっけ？あ、そうなんですか？違うかな？野球やったことがある人ならば必ず一度はやっている、あの挨拶は仙台生まれなんです。うん、そうそうそう、聞いたことある。これってすごいことだと思いませんか？思う、うん。
今聖地名所150選をめぐるスタンプラリーが行われているんです。そうなんだ。残念なことに片平公園にはモニュメントも案内看板もありません。おー、せめて青葉城三の丸の五色沼の日本フィギュアスケート発祥の地の案内看板くらいのものはあっても良さそうなものだと思います。確かに。宮城県仙台市楽天野球団、どこか動いてくれないですかね、うん、お二人はどう思われますか。わかりました。これ私たち動きましょう。動きますか。今度仙台市長と対談するんで、郡市長と、これはもう提言します。これちょっともらっとくか、このメールね。じゃあね、こういうことがあるんで、はぁ、せめて看板ぐらいという。そうなんだね。片平公園って、青葉区片平区、旧制二高グラウンド跡。どこになるんだろう。片平公園。あの、並んでお願いしますみたいなのって、そうなの。あれが、成立してね、ホームベースのところに。あれが確か一高二高定期戦から生まれたみたいな。すげえじゃん。ことを聞いたような覚えがあるんだけど。仙台発祥？そうそう。まあ、発祥というか、なんかそっからじゃなかったっけかな。ただね、なんていう説明が今日書けばいいんだろうね。ここは当時グランドがあり。あ、今ないのか。今ないんだよ。片平公園の。ちょっとこれは、上がっとこうかな。その胸、ね、こういうことがあって、この挨拶はここから始まりましたみたいなことがあればいいんじゃないかな。第1回東北6県中等学校野球大会、1911年。1911年。で、試合前に両チームがホームベースを挟んで挨拶を行った、これが試合前挨拶のルーツであるとされる。その1ヶ月後、二高は京都で開かれた旧制高校の全国大会に出場し、同校が試合前挨拶を提案し実現。その後甲子園から全国に広まり、アマチュア野球の日本独特のスタイルとなった。すげえじゃん。あ、一高二高じゃないか。でも中等、まだだから高校が中学校って言われてた当時だね。その頃に、そう、その頃に始まったのね。すごいことですね、これ。これすごいじゃんな。うん、仙台市青葉区片平公園、1911年だから俺らが生まれる63年前。だからちょっとこの資料をまとめてもらって、市長に提言して。そうだね。挨拶発祥の地ですよね、だから。挨拶発祥の地。看板を立ててもらったらいいんじゃないですか。そうだね。はぁ。面白いね。知らない。これはちょっと郡市長に提案してみましょう、我々からね。知ってましたか？せっかく選ばれたんだからね。いや、そうだよね。何もないのはちょっと寂しいよな。せめてね。聖地と言われる、なんか。だからそれね、野球ファン、楽しみにしてきて、で、どこってなりますからね。ちょうどいいんじゃないですか？仙台育英が優勝した年にこう。そうだよね。ね。高校野球にも広まってるわけだから。何かの縁かもしれないですね、これ。まあ、この方、すごいね。伊藤正弘さん、これきっと本名でしょうけど、これ。ありがとうございます。ちょっとこれはやらせていただきましょう。あ、河北新報なんかではいろいろ言われてるんだね。まあもしかしたらそういうね、計画が出てるのかもわかんないけど。ああ、もしかしたら、もうとっくにね。ああ、出てるだろうな。きっと。まあちょっと、我々からも話してみましょう。これは話す価値ありますよね。まあな、ぼんやりで言ってもいいしね。いろんな提案ですね、これね。これちょっと、取っとこう。ありがとうございます、伊藤さんね。はい。さあ、ちょっと曲行きましょう。はい。先日ね、吉川晃司さんとね、カエルマンデーも。歩いてきましたね。歩いてきました。いや、タフだったなぁ。すごかったね。やっぱ57歳とは思えないよ。鍛えてる人違うわ。すごいね。背中かっこいいですね。かっこいいですね。水泳選手のよう。だからなんかさ、勝手にさ、自分もそう、ああいう感じなんだろうなと思って、テレビ見ると、あ、全然違うってなる。丸が歩いてるみたいな。そうそうそう。ずんぐりむっくりしたおっさん、団子みたいなやつがくっついてってるみたいな、ね。全然こうじゃねえんだって、ショックですけどね。はい。そんな吉川晃司さんですが、11月2日に発売されましたニューアルバム、オーバーザナインからの新曲です。吉川晃司さんで、ギムレットには早すぎる。
曲は聴いていただいたのはですね、吉川晃司さんの新曲です。ギムレットには早すぎる。ありがとうございました。かっこいいですね。かっこいい。さあ、メール行きましょう。はい、鈴安さんですかね。はい、どう人生を考えるきっかけになる話題も多く、うん、毎週楽しみにしております。このラジオ人生を左右してるの。まあだからそういうさっきみたいなね、海外の方だったり、ね、まあまあ、そうだね。悩んでる人とかね。はい。10月11日の放送で、うん、電気工学を専攻している方が、うん、情報工学と比較され悩まれているというお話がありました。はあったね。自分は電子工学を専攻しておりました、うん。ざっくり言うと、ちょうど電気工学と情報工学の間くらいのジャンルです。うん、もうそれが何かわからない。難しいね。自分の在学中、工学部に情報工学科が併設され、うん、向こうの方が新しいのか、最新なのか、うん、と思ったりしました、はい。ですが、どんな専門分野を深掘りしていきたいのか、うん、どんな先生から学ぶのかが大事だと思い、うん、多くの分野にまたがることを区別せずに、なるべく関連づけて学ぶようにしていました。うん、現在、工学系の職業ではなく、お客様にソフトウェアを販売する仕事をしています。まあ正直、学生時代に学んだ知識や経験が直接役に立つことはあまり多くないんですが、はい、悩みつつ考え抜くという経験はとても役に立っています。なるほど。レッドブルさんも自信を持って自分を貫いてください。うん、サンドの二人もお体を大切に。なんか、哲学的だな。難しいね。これでも、すごいね。その勉強をね。うん、学生時代習って勉強役に立たないけど、その考えるということは役に立つよっていうのがね、うん、今、なるほどなと思いました。直接じゃなくても。よく言ってんじゃん。こんな習っても、やる時期なんかねえだろうつってさ、うん、覚えなくていいんだろうつって、うん。そうじゃないんだね。考え方。考えるという行為。間接的に役立つ時が来ますからという。なあ、レッドブルーさんが友達にそう言われたことについて悩んでたメールがあって、うん、それを聞いた、まあ先輩だと思うんですけど、うん、こういうことだと思います。なるほど ね。アドバイスというかね、経験を伝えてくれてんだと思います。いや、これは素敵なね、メールですよ。ね、そんな中。はい。レッドブル大好きさん。お、来た。本人ですね。はい、以前メールを送らせていただいた電気工学を専攻している18歳の高先生です。はいはい。あの時はメールを読んでいただき本当にありがとうございました。お二人が親身に相談に乗ってくださったことは本当に嬉しく、うん、感謝の気持ちでいっぱいです。とんでもないです。僕は以前送らせていただいたメールの中で友人から、うん、電気工学は時代遅れ、うん、今は情報工学の時代だと言われていますという内容のことを書いていたと思うんですが、うん、あのラジオが YouTube にアップされた後、うん、その友人から、お前ラジオやらせろにメール送ったという LINE が来ました。はいはい、僕が、なんで知ってんのと、理由を聞いてみると、うん、実はお二人が僕のメールを読んでくださった10月18日の回を友人本人が聞いていたそうで、僕が以前からサンドイッチマンさんのラジオやらせるが好きなんだよね、と彼に話していたこと、うん、僕がレッドブルをよく彼の前で飲んでいることなどが相まって、彼は、あ、絶対にあいつだ。一致したんだ。と確信がついたそうです。はいはい。彼は続けて、今考えると電気工学が時代遅れだなんて言ってた、うん、俺はマジでどうかしてた。お前の言う通り両方成り立たないと意味がないんだよな。今まで悪いこと言って本当にごめん、と言ってくれました。本当に安心しました。これは以前送らせていただいたメールの中で言っていなかったことなんですが、うん、彼も僕とは違ったところではありますが、うん、高専の情報工学科に通っています、うんうん、ソフトウェア工学、ハードウェア工学という違いはありますが、うん、共に工学分野を専攻しているので、これからは切磋琢磨していこうと思います。あの時は勇気を与えてくださり本当にありがとうございました、またメールを送らせていただきたいと思います。はぁ、つながりましたね。彼が謝ってくれたと。へー、よかったじゃん。よかったですね。このラジオを聞いてたってことだ。そうなんですね。ねえ。ドキッとしますよね。あの野郎。お前。あいつじゃねえか。あいつレッドブル飲んでるし。へー。言った覚えあるな、俺っていう。へえ。ことなんでしょうね。そうなんだ。でも、これを通じて、うん、そう、両方成り立たないと意味がないんだ、ごめんなって。
いいね。いいですね。そういうのね。いい機会に、その方もちゃんとこうやって話してくれたっていうのは、うん。偉いね。本当ですね。うん。いい仲間になるでしょ。よかった。まだ18歳ですからね。18歳。素敵な仲間です。ね、人間関係悩むことも多いと思いますけどもね、はい、これから、ね、ますますこう、切磋琢磨して。そうだね。ね、うん。いや、なんかこう、ラジオっていいですねっていうところですよね。いや、そうなのよ。なかなかテレビだとね。そう。こういうの。そこはいかないよ。ないんだよね。うん。ラジオって、本当に素晴らしいですね。淀中さん、淀川さんですね。全然出てこない。さあ、ということで、今日はこれぐらいでしょうか。淀川さんだっけ江戸川さんだっけ淀川さん淀川長春さん、はい、どうだっけ水野春夫さんじゃないっけそうだよ。水野春夫さんだよ。いや、映画って本当にいいものですね。あの、淀川さんは、さよなら、さよなら、さよならって。そうだよ、ね。ああ、そっか。水野春夫さんですね。すいませんね、ほんと、めちゃくちゃですね。もう本当にね、わかんなくなってくる。で、なんかさ、俺もう記憶障害だよ、多分。いや、こういうもんなんじゃないの俺さ、うん、もう、覚えられないのよ。脱散最近ひどいですね。ひどいでしょ、うん、出てこないし。出てこないし、うん。覚えられないし。覚えられないんだよ。自分の名前って分かってるんですか？え、僕ですか？あ、ダメですね、もうね。いや、本当にね、一回脳みそ見て、脳みそ、頭。いや、本当にね、あ、自分でも、あ、これダメだ、やべえなっていうのがね、うん、ただ最近出てきてます。これはね、ちょっと考えないといけないね。たけしさんがそうだったじゃん、漫才やめた理由が。うん、なんかパッて言葉が出なくなったから。ごめなくなった、ね、ボケれなくなったっていう。その時期なのかな、うん、ちょっとね、これは、よろしくない、うん。本当に。人とかが本当難しいですよね。そう。だから。顔は出てくるけど、名前が出てこない。そう。なんだろうね。そういうもんなんじゃないですか。だから、いろんな細胞が死んでってるんじゃないですか。そうなのかな。うん、だから、なんかトークライブみたいなのちょっとやろうかな、と思って。人前でちゃんとこう、記憶を、ポンと言葉が出る、のをずーっとやってきてたわけじゃん。20代、30代の半ばぐらいまではもう毎週みたいな。まあこういうラジオとかもそうなんだけど。人前でね。うん、だから人前でだから恥ずかしいことになると思います。だからその練習ですよ。あれ、なんだっけな。そう。なんだっけな。どうも。なんだっけな。あれ、なんだっけな。今日言いたいことあったんですけど、これ全然なんだっけな、なんだっけな、これ。なんでそのトークライブ。あいつがあれしてさ、あれなんだっけな、あれ。あるじゃん、なんかこのほら。全然わかんないよ、そのトークライブ。みんなで思い返すみたいな。ちょっとやばいんだよね。そういうとことも戦っていかなくちゃいけないんですよ。いやー、でもそう考えると、俺らよりほら、年上の人たちもガンガンネタやってるじゃん。うん、いや、すげえなと思うよね。思うよ。本当に。うん。化け物じゃん、さんまさんとかさ。いや、そう、うん。まあ、俺すげえなと思うのは、やっぱ落語だよね。全部暗記してるわけでしょ。ああ、確かに、ね。一人で。一時間とかね。そう。すごいです。志の輔師匠とかさ、うん。すごくない、あれ。異常です、ね。全部暗記してんだぜ。考えられないよ。ただその、それって練習もあるじゃないですか。うん。だけど、人の名前とかパッと出てくるものに対してはまた別物なんですよ。ああ、まあね。うん。それは、鶴瓶師匠とかも見てて、何やったっけな、とかいうのはよく見るけど。でもあるかもね。でもさ、うん、それはまたそういう脳で、うん、あと暗記する脳ね、これ両方今衰えてるんですやばいですね。ちょっとやばいかもな。まあそんなこと感じるラジオですね。そうですね。はい、ということで今日はこれぐらいでございます。また来週です。さよなら。サンドウィッチマンでした。